はい、こんばんは。月刊依存症学ぶ集い、今日は40回目の回を重ねまして40回となりました。今日はですね、まあそういう40回という特別にこだわってるわけではないんですけども、今日は摂食障害の人のですね、お話をしてもらおうというふうに予定してます。よのよ、えー、予定です。で、実はこういう本があるんですね。オーバーイーターズ・アノニマスという、本が出てるんですけども、皆さんは、おえおえというふうにメンバーの人たちは、言ってますけども、オーバー、食べることに対してですね、コントロールを取れなくなってしまう、こだわりを持ってる人たちが、そういう病気があるんですね。で、そういう人たちが、毎週集まってミーティングを開いてるんですけども、今日はそのメンバーの人たちにですね、3人の方ですけれども、お話をしていただこうというふうに思ってます。で、ゆきさんという方と、ゆりさんという方と、まーさんという方と、大江名古屋のグループのですね、メンバーの人たちにお話をしていただこうというふうに予定をしております。で、実は顔は出せないので、実は電話で出演をしていただくように、生出演という形で、していただくということで予定しておりますので、この後ですね、電話で大つなぎまして、出演をしていただくというふうに予定しています。まあ、3人の方のですね、それぞれの個人の物語で、かつて自分がどんなふうになってたかってことで、今どんな風なのかということですね、かつてどうであったか、今どうであるかということについてお話をしていただこうということで、予定をしております。ということで、早速、ゆくさんに、じゃあちょっとパワーポイントにそうで変えすましね、ょうかね。パワーポイントの方にちょっと、じゃあその前にですね、しますね。で、先ほどちょっとご紹介しましたように、 OA というグループ言われてるグループなんですが、オーバーイーターズ・アノニマスという、そういう自助グループなんですね。依存症の、一つなんですけども、経験と力と希望をお互いに分かち合いながら、食べ物へのとらわれ、過食嘔吐、過食嘔吐ですか、それから拒食、下剤使用などと、そういう共通の問題から回復するための仲間の集まりだというふうに言われています。こういう、全国にこういう、グループがですね、あるんですね。で、今日は、先ほどお話しましたように、名古屋グループの方に、お話をしていただくということで、で、最初にですね、名古屋グループのゆくさんという方にお話をしていただこうと思っています。で、つなぎますね。リハーサルがうまくいったので大丈夫だと思いますが。もしもし、ゆきさんでいらっしゃいますか？番組始まりましたので、よろしくお願いします。先ほど、はい。じゃあ、早速、お願いできますか？今切りましあ、たよ切れちゃった。ね。切っ今たいから、切っちゃダメだって今。はい、もう一回いきましょ あ、そっかそっか。切ったでかんわけう。あ、か。切っちゃダメ、切っちゃダメ。切らずに閉じていただかないと。そうか、と切らずに閉じるわけね。はい、そうですね。失礼しました。はい。同時だね。いいっすね、もうなんか。うん。いい感じで。じゃ緊張感がほぐれていいですね。スリルがあっていいじゃないですか。もしもし。はい。もしもし。ごめんなさいね。こっちがね、切っちゃったんですよ。ごめんね。こっちの操作ミスのご迷惑かけました。じゃあ、そういうことで、じゃあ、ゆきさんのお話、よろしくお願いします。これで、切らずに。切らず、これはい。で。多分それでいい。
あ、どうぞ。え、どうぞ。うん、お話しください。はい。はい、お願いします。大江名古屋、はい。大江名古屋グループのゆきと申します。今日は、かつてどうであったか、今どうであるか、どうであるかというテーマで、話させていただきたいと思います。はい。私は、今から、2年半ぐらい前に、今のグループとつながったんですが、その頃の自分がどうであったかっていう と、摂食障害そのものの症状っていうのは、そんなにひどくなかったんですね。私がの、摂食障害としての症状っていうのは、よく言われているこう食べ吐きって言われる症状はなくてですね、体質的に嘔吐することができなかったので、徹底的に拒食をするか、もしくはその我慢の糸が切れて過食するかっていう、2つの病態をこう繰り返していたような形でして、それのもひどい時期も少し過ぎて、どちらかというと摂食障害というよりも、なんて言いますかね、人が怖くって家に閉じこもっているような状況でした。なのでその頃の自分が、その現在の自分が摂食障害だっていうような認識はこうなかったので、グループにつながることにもすごくこう、なんて言いますか、後ろめたさというか、嘘ついているような感覚があって、なんか抵抗があったわけですね。はい、そうなんです。なのでグループの存在を知ってから、実際のミーティングに足を運ぶまでは3年ぐらいかかりました。そうですか。それは大変。大江のこう、ミーティング案内のチラシをいつもカバンに忍ばせて、なんて言いますかね、最終的に何かきっかけがあれば行こうというふうに、その頃当時思っていたと思うんですけれど、とにかく自分がこう何なのか、どうしてこんなに、なんて言いますかね、対等に人とこう、なんていうか、気兼ねなく関わることができないのかなっていうことを、自分でも、それに名前をつけるっていうことが、できなくて、本当にこう、まあ、今思うとこう、うつの症状っていうか、本当に家に閉じこもって、まあ、うつ病がこういう風だって言われているような症状は出てたんですけれど、だからといってその、まあ、うつ病ってこう目を打ってしまうことにはなんかこう違和感があって、もちろんその頃はこう学校も行っていなくて働くこともしていなかったので、その他にもこうニートであるとか引きこもりであるとか、いろんなこう言い方があったかと思うんですけれど、なんかそういう風にこう自分はこれこれだってこう、なんて言いますかね、こう目打つのがとにかくなんかこう嫌で、なんかもうちょっと自分で自分を、納得できるような理解の仕方がしたいなっていうことを、まあ、思ってたような気がします。それで、私はその、最初の拒食症を発症したのは、中学1年生の頃だったんですけれど、小学校から中学校に上がって環境がこうすごく、まあ、自分では変化したように感じられて、なんかこう無邪気に遊び回ってた子供時代から、なんかこう勉強をこう序列にこう並べられて、なんかシビアな世界にいきなり変わってしまったような感覚が自分ではあって、すごく多分それに馴染めなくって混乱していたと思うんですけれど、それでなんか何かこうきっかけが、まあ、あって、身体測定の時の体重測定の数値であったり、何かこういつもこう自分で自分のことをなんかこう恥ずかしいっていう思いが、それはもっと小学生の時から自覚してたんですけれど、より、まあ、思春期に入って強く感じるようになって、それで、まあ、小学校の時はまあ、いい子でいて学級委員をやったり、先生に
はい、あの目をかけてもらったりして、うん、なんとかこういい子である自分っていうので、うん、なんとなくこう自分を受け入れていたんですけど、うん、まあ、中学になって順位が知り合いに何番ってこう出てきたら、うん、自分が思ってるほど一番にもなれずに何かこう、うん、自分はこれがあるって思ってたものを失っちゃったような感覚があって、それでこう、こう小学校の時から少しぽっちゃりしていたのをすごく気にしていて、うん、まあ、中学に入ってよりその、気にする度合いが強くなったというか、うん、自分にとってその痩せるっていうことは何かこう、頑張っている、なんか無理して頑張っている頃の象徴的な、うん、多分そういうイメージが自分の中であったと思うんですけれど、まあ、とにかくこう食べずに痩せるっていうことをやり始めて、本当に、12歳だったんですけれど、当時、まあ、もう一気にこう食べなくなって、急激に体重がこう落ちて、お昼休みとかもみんながお弁当食べている時間に、こう机に突っ伏してこう寝ていたり、勉強の予習なんかをやっていたりとかして、人とあの友達とコミュニケーションも取らずに食べずに、なんかそういうことをしてたなってことをすごく覚えてます、それですごい体重が急激に落ちて、髪の毛が抜けたりとか、すごくこう毎日こうなんていうんですかね、寒くて、真夏でも寒くって、そういう身体的な変化っていうのがすごくあったんですけど、そういうのもなんか自分をこう痛めつけてる感じっていうのが、なんかこう何か心の中にあるなんか自分が怠けてるんじゃないかとか、だらけてるんじゃないかっていう罪悪感をすごくこう緩和してくれる、ものがあって、すごくこうそういう、痩せたことでなんかこう寒かったり髪の毛が抜けてきてる自分っていうのは、何か不思議なこうなんていうんですかね、肯定的に自分の中では感じられて、なんかどん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 ハマっていっちゃったように思うんですけれど、それでまあ夏休みにそのまま入りまして、体重がこう20キロ、23キロぐらいになった頃に、母の実家に、まあ、毎年夏休みは帰っていたので、そのまあ監修でその年も母の実家の方に帰ったんですけれど、そこでこうおばあちゃんがたくさん食べ物、ごちそうを作ってくれて、それがまあ出てきたんですけれど、まあ、本当にそれが嫌で、こうなんかせっかく作ってくれたものを、ね、食べないっていうのもちょっと、孫としてあんまりだなっていう気持ちもあって、今回まあその自分のことをなんかひどい孫だって思うのが嫌だったので、まあ、今回だけは我慢しようって思ってて、一口食べたら本当にもうガクンとこう巨食が過食の方にバーンとこう振り子が振れてですね、完全にこう我慢してた緊張の糸がバーンってこう弾けて、そこで過食になりました。それが1回目の変化だったんですけど、それでもうすごいなんか本当にタコの糸が消えたかのような、すごいめちゃくちゃな食べ方で過食の方に転じまして、それでまあもうどん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 体重が増えていって、なんか自分でも本当に止められなかったし、拒食をしてる時になんか自分のことをちょっとかわいそうだなって思ってたり、なんか自分頑張ってるなって思ってたりとかして、ようやっとこう保ってたこう自己肯定感みたいなものを、一気に失ってしまって、もう本当に恥ずかしい、自分のこと恥ずかしいって思う気持ちが、その拒食を始める前よりももっともっとひどくなって、もう何にも手につかなくなってしまって、もう勉強もやりたくないし、こうダイエットにも失敗したし、本当に自分は恥ずかしいやつだってこう
たいなっていうことを中学生の頃でしたけど思い始めましたね。でそれからはもうその1回目にやった時みたいなすごいこう節制っていうのが、ね、こうできなくなってしまって、もっと短い周期で昼食ちょっとこう我慢期とこう我慢がこうブチンと切れるという時期をこう短期間でこう繰り返しながら本当に高校生までやっていって、もう本当になんかもう自分は本当にもう恥ずかしいって思って、いつもいつもこう何をしててもこう劣等感を感じてて、もう生きているだけで生き恥をさらしているぐらいの気持ちで、もう本当になんかこうそれを打開するには何か人がびっくりするようなことを成し遂げたりとか、また頑張って痩せたりとか、すごい頑張ってすごいいい学校に入るだとか、何か人を今までのこうなんていうんですかね、散々塗り重ねてきたその恥を全部帳消しにできるようなすごいことをしなければ、もう私は一生こう堂々とっていうか、なんて言いますかね、自分を肯定して生きていくことはできないんだっていうことをすごく思っていて、それをずっと思ったまま高校生を卒業して、その頃も全然勉強も手につかなくなっていたので、親が納得してくれるようないい大学に行かなきゃって思って、なんとかして勉強していい大学に入って、なんとかみんなと同じスタートラインに立たなきゃって思っていたんですけれど、高校卒業して学校に行かなくなったら、まあすごくこう自分では人前に出て行かなくてよくなって安心は安心したんですけれど、もう完全にこうもう人が怖くて外に出ることもできなくなってしまって、それでもう友達とも会えなくなってしまって、まあ家に引きこもって、でもまあ外に出るときは別に学校行ってますみたいな顔して作ろうって出ていたんですけれど、まあ自分の中ではそういうなんて言いますか、本当に何に自分を見出していいかわからないような感じになっちゃって、まあずっとそうしてる間に中学の頃患ったその摂食障害っていうものをちょっと思い出し始めて、それでまあいろんな文献をこう当たっている中で、こう育ったこう家族の中で何かこうその病気を作るきっかけというか、そのがあったんじゃないかっていうような考え方に触れて、自分のその家庭に何かこうなんていうんですかね、息苦しいものがあったっていうことは、なんて言いますか、自分が悪いからだとは思っても、何か家族の中の息苦しさがその中に、あったっていうことは考えなかったので、その考え方に触れた時にこうすごく自分だけのせいでこんなことになって、もう全部自分が悪くて自分さえ治れば全部治るぐらいに思ってたんですけど、そういうわけじゃないんだなっていうことを思うように少しずつなっていって、まあ、それでもグループにつながるにはもう私は拒食も過食もなんかそんなにこう本格的に やっていないから、なんか今言ってもなんかこう嘘つきになっちゃうみたいな思いがあっていけなかったんですけれど、まあなんかちょっと元気になった時になんかちょっと行ってみようって思った時があって、その感じでグループにはつながりまして、で今に至るっていう感じなんですけれど、そうですね、今は、摂食障害っていうのは自分の問題のまあ一つの形として出ていたとは思うんですけど、今その拒食や過食はまあそんなに病気っていう認識を持つまで そのはっきりとした形ではやっていないんですけど、まあ、すぐこう人と自分を比べてなんか自分は変わらなきゃって思ったり、何かこう無理をして何か何かをやってることでなんか罪悪感をなんとかこう覆そうとしたりとかする心の動きっていうのはまあ相変わらず今もあって、それがやっぱり一人ではなんかなかなか持ちこたえられない感じのものなので、
毎週あの週2日ミーティングに通ってるんですけれど、まあ、その時々にあったことをみんなに話したり、あの仲間の話を聞かせてもらう中で、自分がこうあの日々変化しているっていうことをまず受け入れられるようになったし、その いい気分の時や悪い気分の時があるんだけど、まあ、それはその、まあ、その日々こう変わっていくのはまあ自然なことであって、まあ、一つボタンをかけ違えたからっていって全てをこうあの否定的に捉えることも あまりしなくなりましたし、本当に、なんていうんですかね、あの病気がこう治るとかそういう感覚ではないんですけれど、こう生きていくにあたって、その人とその心の内をこう分かち合うっていうことが、すごく自分の、なんかこう、呼吸するような感じというか、その必要なものになっているなっていうことを感じてます。そうですね、こんな感じでしょうか。はい、ちょっと時間内にいろいろちょっと聞けて喋れない感じだったんですけれど、はい、はい、はい、どうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ、はい、次の方にお願いしますので電話切りますね。はい、失礼します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。はい、ありがとうございました。で、次、あれなんだ、金額を間違え、なんだいった、上限で設定しちゃってあるから、はい、何ですか、繋がらなくなっちゃった、どうしよう、これ上限を、上限、うん、上限っていうと料金のね、上、あの、あ、これ通知だけだろうかな、多分いいと思うけどな、次は2位着信じゃない、嫌な予感がするね。2位に、はい、いいですね。つながった？まだまだ、あれ？なんで違うじゃん。au です。なんで？ au です。おかけになったら出ないじゃん。電話番号間違ったんじゃないですか。間違ってん。先かけたやつのところに履歴で。7299でしょ。これで、もしもしもし、下だからいいですよ、大丈夫、いいね、はい、もしもし、あ、ゆりさんでいらっしゃいますか。はい、あの相談室の重原ですが、こんばんは。はい、よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと待って、もしもし、はい、もしもし、はい、はい、つながってますので、いいですね、はい、音声の方つながり、じゃあ、はい、お話しいただけますでしょうか。お願いします。はい、はい、はい、わかりました。お願いします。障害のゆりです。OA 名古屋グループに通っています。私の話なんですが、私はまあ小さい時からあの結構こう不安の強い子供で、あの、まあ、楽しいことも数々こうあったんですけれども、まあ、でもこれからどうなるんだろうとか、まあ、学校とか幼稚園とか学校に行ったら、まずこう先取り不安というか、まあ、こうなる
どうなるんだろうっていうなんか不安の方がすごくこう強い良くて、うん、まあ、いろんなことをこうと楽しみきれないというか、まあ、そういう、うん、で、まあ、でも周りはこう楽しそうにこうしているので、まあ、自分もそうでなければならないという気持ちが強くて、で、まあ、学校もだんだんこう、まあ、不安になっていって、まあ、楽しくもあったんですけど、毎日の家に学校に行く前になんかトイレの中だとか、うん、まあ、通学路の神社だとか、うん、ちょっとしたなんか通学路の花壇みたいなところに、うん、なんか自分なりのなんか神様みたいなのを作って、まあ、お祈りするというか、うん、不安なことがありませんようにとか、なんか怖いことがありませんようにみたいな感じで人知れるというか、お祈りをしているようなので、昔からその私は、ま、勉強は全然こうできなかったんですけれど、うん、ま、運動だけは、ま、人よりちょっと優れているというふうにこう、ま、周りからも言われていて、ね、ま、その自分が、ま、運動ができるっていうことよりも、うん、まあ、体型というか、 なんか痩せていることに関して、まあ、小学校より、まあ、中学校とか、まあ、高校だとかだんだん上がっていくにつれて、うん、そっちの方になんかこう、まあ、意味があるというか、うん、まあ、周りの人もすごく羨ましがってくれるし、まあ、家族の中でも痩せている自分っていうのがなんか一番こう認められているような気がしていて、でもその他のことはほとんどこう自信がなくて、うん、勉強はもう、まあからさまにちょっと点数で出るのでもうできないっていうのは間違くはしていて、でもこう人間関係とか友達とのコミュニケーションだったりっていうのは本当にこうできないというか、人のようにうまくできないっていうものがずっとあって、うん、でも、まあ、それを周りにこう知られると恥ずかしいので、まあ、自分は、うん、一人でみんなと違って一人でいたいんだとか、なんかそういう虚勢を張るというか、上からでないと見れないというか、うん、まあ、そういう感じで、うん、うまくやってるようにこう振る舞っていて、でもこう自分のまあ不安だとかっていうのは人に絶対こう見せられない、弱みを見せられないでした。で、大学に入った高校の高校でも部活を、まあ、厳しい部活をしていて、で、まあ、最初は部活の運動が好きでこう入ったんですけれど、だんだんその先輩だとかコーチ、教えてくれるコーチっていうものの目が気になりだして、まあ、自分の競技の成績が上がらないと、まあ、こう周りの機嫌が悪くなるとか、うん、なんかそっちの方にすごく怯えるようになっていて、なんか本来本当にこう自分が好きで始めたはずだったんですけど、最終的にはなんか周りの機嫌が良くなるようにやっていたというか、なんかそういう、まあ、自分 で食べ物に関しては、まあ、高校の中頃あたりからだんだんこう興味が湧くようになっていて、まあ、それまでも食べることはすごく好きだったんですけど、よく動いていたし体型もそんなに変わらなかったんですけど、うん、高校の、まあ、でもなんかこう、お菓子だとかなんかそのジャンクフードみたいなものっていうのがやっぱり競技をしている上で食べてはいけないっていうこう自分にこうだんだん課すようになっていて、まあ
こまでその管理を気にしたわけではないんですけど、まあその本当にお菓子っていうものが毒というか、まあ、そういうものがだんだんこう過剰になっていっていたんですけども、その本当にこう最後の試合の時になんかこう自分の欲求がものすごく膨らんでいて、うん、最後の試合ですごく大事な場面なんですけど、私はこれが終わったらいっぱい食べれるっていう、体重制限しなくていいっていう思いがすごく強くあって、でまあその引退試合の後に、うん、夜家でお風呂に入って家族が自分に静まったぐらいで、うん、あの箱詰めのお菓子を一気に食べるっていうことをして、なんか本当にそこからもう糸が切れた感覚で、それから太るとかいうことを何も考えずに 毎晩のようにそういうことを繰り返していて、体型もどんどん変わっていって、まあ、自分がその太だんだんその太った体重計にも乗って太ってきたって思って、うん、まあ、すごく今までにない焦りというか、まあ、自分のその唯一の誇りというか体型だけがその自分のその自信というか自分を保ってきたものがその崩れて初めてなんかすごく焦り出していて、うん、それからまあ大学に進んでからも、まあ、周りの友達とかまあ楽しくこう過ごしていたんですけども、何かこううまくいかなかったりする、まあ、本当にうまくいってるときはいいんですけれど、何かうまくいかないとその食べ物に走るっていう行為がだんだんこうエスカレートしていって、うん、だんだん食べ物を、まあ、必要以上にこう食べる日々が多くなってきて、やっぱりその時にその実家に一回こう帰った、一人暮らししてたんで実家に帰った時も、うん、やっぱりその太ってる自分っていうのを、まあ、否定されてるような言葉というか視線だったりとか自分はその過剰に感じてたところもあったと思うんですけども、痩せなさいというメッセージを受けてというか、やっぱりこう自分は痩せてないとダメなんだってことを再確認した、うん、でそこからは本当にこう痩せないとやばいけど食べたくてしょうがないっていうなんかその2つのものがあって、うん、まあ、どこ、まあ、なんかいろいろ本当どうにかしてこう痩せないといけないということで、ダイエット食品もいっぱい試しました。うん、でもそれを全部食べ尽くして終わるっていうことをしてましたし、あの、うん、なんかこう薬を飲んで頭おかしくすれば食べたいと思わないんじゃないかと思ったり、過剰にこう運動してみたり、でもどうにもならない時に、まあ、吐くっていう行為をですねどっかでも覚えて、本当に死に物狂いでこう練習をして習得してやるぐらいの感じでいて、まあ、覚えてしまい、うん、でもそんな自分も本当にこうますますこう人に見せられない自分になっていってしまって、ね、ちょうどその就職するときに本当に今までの自分っていうのは捨てたいから働くところで忙しいところで働いて、ね、働けばきっと症状は治まると思って、そのあとその忙しいところで就職を決めて、ここで私は生まれ変わってもう死ぬまで働いて、死ぬまでというか倒れるまで、うん、倒れるまでこう働こうってもうすごく固く心に誓って、まあ、名古屋の方にました。で
名古屋誰も知り合いがいなくって、まあ、みんなから寂しいんじゃないのとかって言われたんですけども、まあ、どっかでその、まあ、一人になりたいというかそういう気持ちもあったんだと思うんですけど、まあ、大学のその私が家族行動してる時に、まあ、友達からこう誘いが来るとそれを断るのがすごくこう罪悪感があって、うん、ますますなんか自分が孤独になるというかもう悪いことをしてるっていう感覚がもうより深まっていったので、本当にこう一人になりたいっていう気持ちはどっかにあったらと思うんですけど、知り合いもいなくて一人暮らしを始めてますますそのやっぱ仕事もこう忙しくて厳しいところだったので、もうかなり食べ吐きもどんどんこう必要になっていました、うん、昔 の, その部活みたいに職場も一応自分の好きなこととしてこう就職させてもらったんですけども、やっぱりその同じなんですよね。あのだんだんその周りの上司の顔色だとか同僚だとか その期待に応えるためとか、そっちの方にその気持ちがいくようになって、仕事分断というよりはその職場で自分の居場所を作りたいという気持ちとか、認められたいという気持ちがすごく強くなっていて、でもそのうまくいかないという自分で、さっき仕事を一日中して、まあ、帰ってきて夜食べ吐きをして、うん、まあ、くたくたになってこう寝て、また朝早く出てっていう生活をずっと続けて、で、まあ、3年ぐらいそれを続けていて、でそれからもうちょっと限界が来て、まあ、やめようと思って、まあ、上司にその伝えたんですけども、まあ、その時はまあ症状のことは別に言わずに、まあ、家族のことでちょっと実家に帰らなきゃいけないっていうふうに話したんですけど、うん、上司が納得しなくてですね、で、まあ、どうしてもこう辞めたかったので、もう自分の症状のことをこう話したら、まあ、上司は割とこう意外というか受け入れてくれて、直そうとしてくれたわけじゃないと思うんですけど、向かい合ってくれてる感覚がすごくあって、うん、これはなんか変わるかもしれないってこう自分でも思って辞めることを辞めたんですけど、でその頃ちょうど大江にも道にもつながってて通い始められたんですけども、その上司との交換日記とかもしてくれるようになって、で、うん、また過食行動しながらも、まあ、上司も分かってくれてるし、きっとこれでやれてくるんじゃないかなって、まあ、自分では思っていて、まだまだその仕事第一の自分で、なんとかしてここで認められるっていうことをなかなかこう叶えなくて、自分ではその頑張りたいっていう思いもあったけど、自分はなんかコントロールできない、まあ、頑張りというかやりすぎていたりってことにも気づかずに、まあ、どん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 こう食べ吐きは相変わらずこう必要な状態で、まあ、OA に通い出して仲間の話とかも会社でもあんまり聞けてなかったのかなってと思うんですけど、なんかその私は最初こう応援のミーティングにこう通っていても、このミーティングが終わってからテロシップでこう家に帰ったりとか、うん、そのちょっと前ミーティングの前の時間にちょっと話したりとか、うん、まあ、そういう時間っていうのは私はすごく苦手で、うん、
ミーティングだけしても早く帰って稼ごうとしたいっていう気持ちがすごく強くて、まあ、人も怖いですし、仲間ももちろん怖かった、怖いっていうのも誰でもこう怖い自分だったので、でも私にはその仕事が第一っていう考えで、2年半ぐらいこう通っていて、ミーティングにも通っていて、自分の中でその食べ吐きっていうのが本当に、なんか食べ吐きと、まあ、仕事とその自分の今抱えているもの全てがすごくこう重たくなってきて、ミーティングに本当にこう通ってるだけで、仲間ともこう全然つながりっていうか、うん、まあ、自分からその拒絶した状態だったので、うん、何も変わらなかったんだろうなって今思うと、けど本当に食べ飽きの症状ももうひどいですし、その間の2年半っていうのは、なんかその、ミーティングのプログラムとか、仲間っていうよりは、もう自分一人のやり方で全てやっていて、男性を作ることだったり、趣味とか、サークルに入ったりとか、うん、本当にあらゆることを、一人で、いろいろやってみたんですけども、続かないですし、最終的にはもう食べ吐きがものすごい必要になるって言っていて、うん、本当に八方塞がりというか、もう無理だなって思ったし、うん、本当に何もいらないから、普通に食べたいというか、もう普通になりたいっていうことを初めての心から思って、うんうん、多分思えたのは、まあ、ミーティングに通い続けて、その仲間の、あの、回復してる姿っていうのを、まあ、見て、唯一見れてたからだと思うんですけど、私も仲間たちの使ってる道具を使って、まあ、慣れるかもしれないっていうものがあって、自分、まあ、変われるかどうかわからないけど、本当に変わりたいなっていうことを思って、スポンサーさんをお願いしました。うん、で、まあ、それからっていうのも、すごくまあ大変で、まあ、仕事よりもそのミーティングを優先させることだったりとか、サービスをすることだったり、いうことがやっぱり仕事よりも大事なものを作るっていうことが私はもう本当にこう大変で、まあ、上司からも見放されたくないし、うん、今まで培ってきたものというか、それを崩すっていうことがもう本当に大変だったんですけども、少しずつそっちの仲間の方にこう腰を置くようになってから、うん、上司との距離がかなり近かったので、距離も取れたりとか、サービスすることでさらに距離を取れたりとか、本当に やりたいことはやらない、やりたくないことをやるっていうことを提案してもらって、うん、それからも食べ物のことだったり、自分にできそうなことを、ちょっとこう、仲間と一緒にこう、やってきました。で、仕事は8年間こう勤めて、うん、で症状は、応援につながって3年、スポンサーさんお願いして、半年ぐらいで、本当に徐々にまとまり始めて、まあ、今3年経つんですけれども、職場を今
もう症状やめ症状がなくなってから、もうすいません、8年で、なんかこう自分が昔からその場所を変えたり人を変えたりすれば、きっと自分はまた新たな自分でこう、まあ、うまくいくというか、まあ、そういう感覚があったんですけど、そこも居続けて自分がこう変わっていかなきゃいけない状況っていうのが、まあ、すごくこう、まあ、しんどかったんですけども、まあ、自分のやり方でやっぱり自分一人でこうやっていたっていうのは続かなかったし、どうしてもやっぱ食べ吐きが必要だったんですけども、だんだんこうやっぱりミーティングで話したり、まあ、こうスポンサーに電話をしたりとか仲間と話したりっていう中で、だんだんこう必要なくなってきました。今も、今もそんなに世間から、まあ、認められるような子もしてないですし、まあ、デザインでもないし、そうでもないんですけど、なんか、昔はいろんなものをこう、自分で持ってないと、まあ、不安だったし、人よりもいろんなものをこう得たいと思ってこうやってきたけれど、なんか今は、まあ、いろいろなものを失ったというか、まあ、ない状態ですけど、その代わりになんか、まあ、仲間だとかミッティングとかプログラムとかいろんなものが入ってきて、なんか幸せじゃないのに幸せなようにこう振る舞っていた昔と比べたら、もうよっぽど今の方がいいなっていうことを思います。はい。だってなんか、はい。ということですか。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい、じゃあ今日はどうもわざわざありがとうございました。出演いただきまして、ありがとうございました。おやすみなさい。できるね。で、あと次ですね。もしもし、あ、こんばんは、相談室の重原ですが、よろしいですか。ちょっと時間押してきてますけども、気にせずに、先ほどのお話、打ち合わせのように時間にとらわれずに話してくださる、はい、結構ですので、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、はい、お願いします。はい、どうぞ。はい、摂食障害のマーです。大江名古屋グループです。私は、まあ、小さい頃からすごく、まあ、自尊心の低い子供で、まあ、劣等感も強くあったんですけども、本当に保育園とか行って、まあ、同世代の子たちといると、まあ、嫌われてるんじゃないかなとか、まあ、人に対するそこにいるだけでこう何もされてないんですけど、こう傷ついてしまうような、そんな子供だったなっていうことをこう思います。で、だから人への恐れとか、やっぱこう不安、なんか先行きの不安っていうのがこういつもこう漠然としてこう持っていたなっていうのはこう思います。母はすごく、まあ、教育熱心で、まあ自分自身も、まあ祖母から、まあ、どんなにこう貧乏しても、まあ、教育だけはさせたいっていうように、育っていて、で、
まあ、私にもそれをこうよく言われていたんですけど、まあ、実際自分はこう、まあ、小学校から全然こう勉強が苦手で、なんかこう、まあ、兄が結構優秀、小学校からずっと優秀だったもんですから、まあ、比較して、家の中でもこう劣等感っていうのがこう常にあって、いつもこう、評価されてる兄が羨ましいなっていうふうにこう思っていました。小学校の頃に、まあ、これ自分に自信がなかった私なんですけども、まあ、写生大会とかで、まあ、ザリガニの絵を描いてこう優勝した、入選になった時にすごいやっぱ自分が初めてこう脚光を浴びているようで、すごく嬉しかったんですね。それまではやっぱりすごい自分自身に、自分が自分のことほど価値がないって思ったり、なんかみんなに嫌われてるんじゃないかとか、こう自分のことを卑屈に感じてしまう私だったんですけど、周りの大人や先生とかがこう評価してくれた時にすごくこう気持ちが良くて、その自分に価値がないっていう自分がちょっと思ってしまっているのはこう違うんじゃないかってこう思えた瞬間で、こう本当褒められるとすごいこう豚もなんか折れてない木に登るじゃないですけど、こうすぐこう絵を頑張るとかそういうことをこうしていたなって思います。それからやっぱり小学校と中学校とやっぱ人の脚光を浴びたり評価をされたり引いてるっていうことにこうすごくその劣等感とか自尊心の低さをごまかすためにもその姿勢がすごく気持ちよくて、まあその目に見える人の評価とか、そういったものをこう求めて生きるようになっていました。給食とか学級委員とかそういったものもこうやっていく中で、その自分は価値があるんだってこう自分にこう言い聞かせたり、まあ、常にこう本当に力のある人の評価っていうのをこう求めるようになっていました。中学校に進むとそのもう勉強しなければならないっていうふうにこう、まあ、家の中でも、まあ、そういうのをこう察していたので、そういうなんか追い込まれるじゃないですけど、こう絶対勉強できて評価されないといけないいけないっていうふうにこう思っていたんですけど、全然こう兄のようにこうなれない自分がいて、なんか本当に泣きながら勉強してたというか、こうすごいこうなんでできないんだろうというか、机に向かうんだけどこう頭にこう入っていかなくて、こうなんかこう本当に苦手だったんですけど、それがすごいこう悲しかったというか、何かこう、まあ、友人とこう友人がこう中学校の時にこうまあちょっとした恋愛関係の中で傷つくことがあって、その時にその見返してやろうっていうそのなんか気づいたのをこうバネに、勉強で絶対見返してやるんだっていう気持ちから、すごいこう脅迫的に勉強するようになって、なんかできないんじゃないっていうふうにこう自分をこう追い込んでいくというか、もうどんな死ぬ気でやるんだってこう自分に聞かせて、本当に疲労が出るまでこう勉強するんだっていうふうにこう、まあ、勉強するようになって、まあ、そんなに自分はさすがに良くなかったのが、だんだんこうトップクラスの方に入っていったんですけども、その学習方法っていうのはすごい自分がその後、まあ、高校に入ってからダイエットに引っ張る食べ吐きと一緒で、まあ、その学ぶとかいうんじゃなくてこう暗記というか、勉強する上でこう考えたりなんか感じたりしたりする時もあったんですけど、すごい時間がかかるので、それをこう極力こう削除して、自分がこうもう少しでもこう順位を上げるためにこう暗記をしてこう上に立って、もう順位を上げることにこうガツガツしていました。そんなところでやっぱ自分の自尊心っていうのをこう保っていたように思います。それが高校に入ると全くこう勉強がこう手につかなくなって、それから、まあ、ダイエット、まあ、痩せた体を手にすればその自分の惨めな人生っていうのは変わるんじゃないかと思って、そういうその息苦しさっていうのが根底にあるの
からこう変わるためにこう人生を変えたいと思ってこうダイエットに飲み込んでいて、まあ、勉強でスピードを吐くまでやるんだって思いやってたのが、それがまあだんだんダイエットに脅迫になって、まあ、本当にスピードを吐くまでこうダイエットするんだと思って、力を入れるようになって、まあ、気づいたら本当に食べ吐きにこう手をつけてやめられなくなって、まあ、ほんと10年以上こう、まあ、本当に最終的にはこう喉を切ったりでもこうやめられなくて血を吐いて食べ吐きをしていました。すごいこう進学や就職もそれからしたり、まあ、男性と付き合ったり、いろいろ自分のこう思いつくことはやったんですけども、なかなか幸せに本当にこう一途になれなくって、どんなことをやってもこういつもこう食べ吐きからこう離れられない自分がいて、本当にさっきの仲間が言ったように本当に忙しいってことについてみてもどんどん食べ吐きが必要になるし、まあ、本当付き合った男性や友人にもそのそういった食べ吐きをしていることも言えないし、人をやっぱ信じるっていうこともすごくなくて、ずっとやっぱ一人で抱えて、一人でどうにかしよう、昔からそうやって頑張ってきたって自分に近くてこうやってたんですけど、まあ、どん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 こう、深みにはまって、最終的には本当にこう、動物園の動物だとか、こう、人間で生きるのが嫌だっていうふうにこう思っていて、もう死にたい、死にたい、そんなことばっかりこう考えて、ながらいつもこう出勤して、全然私は苦しくありません、みたいな顔をしながら人と合わせて生きていました。まあ、やっぱ男性からちょっと振られたことがきっかけで、本当にやっぱ幸せになりたいと思ってこう勇気を出して、まあ、病院に扉を開けて、それから OA との出会いが与えられたのがきっかけなんですけども、そこでやっぱりすごい話をこう聞かされた、聞かせてもらったのをこう竹内仲間から聞かせてもらって、でこの人がすごいなってこう思えて、そんなこう看護師の絶対死ぬまでもう 話せないようなことを普通だったらもう大勢の仲間の前でこう喋っていて、なんか自分とはちょっと種類が違う話かもしれないけど、すごい話をこうしている。でやっぱりこうすごく生き生きというか、自分よりかははるか幸せなところにこうで生きているようにこう見えた仲間を見て、まあ、OA でこう人とつながりたいなっていうことをこう思うようになり、まあ、先行く仲間がやっぱ何をやってきたのかっていうのをこう聞いて、まあ、スポンサーを私も取って、まあ、自分にできることっていうのをこうちょっとずつこう真似させてもらおうと思ってこうやって、なんとかなんとか、本当最初はミーティングにも私も全然行きたくなかったんですけども、とにかく生きてミーティングに行くときっと良くなるってことを言われて、死ぬ前にそれをちょっとやってみようかなと思って、そしたら本当に少しずつ症状っていうのがこう強くなる日が今与えられています。かつては本当に、もう本当に人間をやめたいとか、まあ、家族の中でもこう家族が変わってほしいとか母親が変わってほしいとかそういったものがすごくあったり、本当に人間的な感情というか人の不幸が大好きで、まあ、本当に、まあ、不幸な事件があればこう喜んでしまうような自分で、なんかキロがあればこう自分の身近なところであったらいいのにって思うような自分だったんですけども、まあ、今は本当に、まあ、母を諦めたいとか、まあ、自分がこう生きやすくなるように、まあ、自分が変わりたいってこう思えるようになったり、まあ、本当に、まあ、災害とか震災とかがあるとすごく悲しくなれたり、こう、涙が出てくるようなこう自分、まあ、そういったものをこう感じれるようにこうなってこうさせてもらって、でまあ、すごく、ずっと長い間孤独だったんですけど、
でも友達付き合いはすごく多くて、たくさんこう会ってたんですけど、そういった友達っていうのは、付き合いはこうだいぶ減ってきたんですけど、でも今はやっぱ仲間とすごいこう、触れ合う時間が多くて、うん、孤独感っていうのがだいぶ、減ってきて、もういつもやっぱりこう安心感とか、一人じゃないんだなっていうか、弱くて、こう、うん、弱さは、でもやっぱ弱くても実装じゃないんだなっていう感じ、自分にこう変えられて待っているなっていうのを思います。まあ、今でもその、大変なこととかは、たくさん、生きててあるんですけど、うん。昔はなんか、まあ、いろんなことがこうなんか勢いがあったりとか、なんか感じられなかった不感症じゃないですけども、そういったものが今はすごいこう過敏症だったり、まあ、緊張しいだったり、する自分がいて、まあ、昨日もやっぱ今日こういうことがあるってなると、まあすごい気づいたら夜中の0時過ぎまで、何を話そうかとか、一人最後に話すシミュレーションをしたりとか、時間を計ったりして、準備をしたりして、なんかこう、やっぱ相変わらず人の評価を気にしたりとか、緊張しいだとか、なんか不安だとかいろいろあるのかなっていうふうにこう思うんですけど、でも、それが本来のこう自分で、そんな自分と、本当の自分とこう、まあ、なんとか、まあ、いろいろ吸ったものしながらなんですけど、こう生きていられるのがやっぱりいいなっていうふうに思えていて、刺激ばかり、刺激をすごい求めて、いろんなものが欲しくて欲しくてっていう自分だったのが、まあ、今もやっぱ刺激が欲しいなって思うときも、いろいろ欲しいものとかいろいろあるんですけど、それでも、地味にこう、まあ、小さな幸せだったり、母の日にも、まあ、ちょっと花と、お菓子を送らせてもらったんですけど、まあ、かつてはもっと高いなんかこうお金がない、取り履きで使っているのにバッグをあげたりしてたんですけど、取り履きをしながらいつもこうお母さんにいつか恩返し、なんか親孝行したいとか思いながら、泣きながら取り履きをするっていう生活をしているのが、まあ、今はこう、まあ、ちょっとしたお花と、まあ、ちょっとしたメッセージの入ったバウムクーヘンをあげて、で母の日の、まあ、前日にあげたんですけど、まあ、当日ちょっと母とイライラすることがあって、まあ、あげたバウムクーヘンは一人で私が家で食べちゃったんですけど、もう次の日ぐらいに、まあ、あげたお花はこう玄関に飾ってくれていて、で、まあ、そんな時にちょっとやっぱ嬉しいなと思ったり、まあ、なんかそういった小さいこう幸せをでおたまに感じられるのがすごくこう嬉しいなと思って、こう今は仲間と、普通にこう行かせてもらってます。はい。はい。はい、じゃあ、あと OA の紹介、OA のグループの紹介だとか、はい、OA 名古屋の、はい、なんていうんですか、紹介をしていただいて、はい、ミーティング案内でも構いません。はい。あ、はい、わかりました。はい。ミーティングは、毎週月曜日に、夜7時から8時半まで、本人のみ参加型のクローズミーティングでやっております。旧女性会館で、今はイーブル名古屋という会場でやってます。うん、地下鉄の名城線東別院駅下車で、東へ徒歩3分のところになります。それから第1、第3木曜日の朝10時半から12時までこちらの方もクローズドミーティングで青少年交流プラザというところでやっております。地下鉄名城線駅、名城公園駅下車一番出口東北東へ約500メートルのところになります。それから毎週金曜日の夜7時から8時半まで青少年交流プラザでやっています。ここも、木曜日と同じ会場になっております。
大体30分前には会場は空いてますので、いつでも予約もいりませんので、よろしかったら来てください。そう、OA ジャパンのホームページからも、ご覧になりますので、見てください。はい、ちょっとグループの紹介させてもらっても、はい、どうぞ。すみません、時間の方延長してください。いいですよ、どうぞ。応援名古屋グループは、経験と力と希望を分かち合いながら、脅迫的な立て方から回復するための仲間の集まりです。脅迫的な立て方をやめたいと思う気持ちだとか、その食べ物の問題は小さくなったけど、やっぱり生きる姿の問題を抱えているというメンバーだって言ったら、誰でも参加することができますので、でもお越しください。実際のミーティングは外ではやっぱ言えないこととかを仲間の中で安心して話させてもらって、時には涙や鼻水や笑い等が出て、仲間からやっぱティッシュをもらったり、共感の思いをもらったりして、行われています。私たちの本当にみんなが、私も含めてですけど、脅迫的な食べ方から解放されることを祈りながら、まだ苦しんでいる仲間に回復のメッセージを運ぶこととを目的としてやっています。私自身初めて応援の扉をノックしようと思った時はすごく勇気がいって、何度も思いとどまったことがあるんですけど、今はやっぱりあの時に勇気を出せて本当に良かったなって思っています。仲間とのやっぱ出会いの中で苦しいのは自分だけじゃないっていうこととか、毎日ミーティングに行けばきっと良くなれることを教えてもらいました。今も、特に本当に今も一人で苦しんでいる仲間だとか、一度来たけども、ちょっと今足が遠のいてしまって、ちょっと行きにくいわっていう思っている仲間でも、遠慮しないで、いつでもぜひ来ていただきたいと思っています。私たちはずっと仲間と一緒にミーティング会場を開けておりますので、いつでもお待ちしています、はい。それからご家族の方へとしてなんですけども、本当にお子さんだとかパートナーの方でいろいろ悩んでいらっしゃる方が多いと思いますけど、それぞれの状態や時間があることだと思うので、一概には私はちょっと言えないんですけど、家族の方もそれぞれが自分の幸せを考えて、自分のために楽しく平穏に生きていただければっていうふうに今はすごく思っています。病気の本人に対しては、目をつくるところに OA のミーティング案内のチラシとかを置いたり、実際本人がそれに何とか聞いてきたときに OA の情報を提供していただければ、あとは本人がそれをどう感じるか、どう行動するかだと思っています。それでもどうにもご家族の方で、苦しいということであれば、家族の会とかそういった方のミーティングへ足を運ばれることをお勧めしています。あと症状が止まる前ももちろんですけども、止まってからのご家族の方の対応としては、個人的な意見かもしれませんが、学歴だとか仕事や結婚出産と、社会の物差しを持ってきて、もっと頑張れというような本人のことを思って言ってくださるのはわかるんですけども、間接的にも直接的にも、本人が求めていないアドバイスとかは、聞きないで、黙って疑問を持っていただけたら、すごくいいんじゃないかなというふうに感じています。とにかく本当にご家族の方もそれぞれの人生を生きて、幸せな人生を送ってくださるのが一番だと思っています。はい、以上です。はい、OA 名古屋で近々なんか OSM オープンスピーカーズミーティングっていうのが予定あるんですか？あ、はい。あれは何月でしたっけ？ちょっとネットで見たら近々あるという話でしたけど、あれは何月の何？はい。ちょっとよかったらそのご案内をいただいても結構ですが。あ、そうですか。はい。少々お待ちください。ちょっと手帳を調べます。はい、うん。10月の4日土曜日を予定してます。はい。はい、場所は場所は、
名古屋市の北区の総合福祉会館でしたっけ。あ、そうです、そうです。そうですよね、はい、去年と同じ場所になってます、はい、7階で7階だったと思うんです、ね、はい、すいません、はい、ちょっと、はい、階数までは、うん、すいません自信がないです、はいはい、あの北区の総合福祉会館、あの北区役所の、はい、上にある会場ですよね、はい、はい、そうです、はい、あのこれはどなたでも参加できるわけですね。オープンスピーカーズミーティングと言われてますけれども、ね、はい、はい、はい、どなたでも大丈夫ですので、はい、またあの皆さん、はい、そうですね、はい、多くの方来てくださるといいと思います。またその時お会いできればと思いますが、はい、はい、じゃあよろしいですか。あと他に何か、はい、お話があれば、え、あのよろしいですか。はい、はい、じゃあそういうことで、はい、ありがとうございました。今日は、はい、あの夜遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございます。はい、こちらこそ時間オーバーですいませんでした。いいえ、構いません。ありがとうございました、はい、じゃあ失礼します、はい、おやすみなさい。はい、おやすみなさい。ありがとうございました。ということで、3人の方のお話はあのこういうことで、あの皆さんあの聞いてらっしゃっていかがでしょうか。ダーク家族相談室ではあの摂食障害の方のご相談も受けております。あの、まあ、その他に依存症にはですね、あの薬物やアルコール、ギャンブルだとか、買い物依存だとか、あの仕事依存とか、いろいろあの依存症はあのあるようですが、あのそういう相談にも載っておりますので、あの相談をしてくださるといいと思います。あの家族やあのご自身の力だけではなかなか解決できないと思いますので、相談相手をぜひあの持っていただくといいんじゃないかなというふうに思います。お電話をお待ちしてます。で、この番組はこれで終わりということですが、続きまして次回のですねご案内をします。次回はあの家族の悩みに答えるということで、薬物依存症のですねあの家族の方の問題を悩みに答えるという形でお送りする予定ですので、よろしくお願いします。ということでこの番組は以上ですが、はい、あ、だけど今日のこの摂食障害のお話聞いてて、うん、この普通にこう今までこうアルコール依存だとか薬物依存とか、どちらかというとこうそれ自体が快楽って感じがあったじゃないですか、ギャンブルもそうですけど、摂食障害ってそれとはちょっと違うような感じがしたんですけど、どうなんですかね。あのね、コントロールが取れなくなるということでは共通することなんですね、食べることに関してね。そういうこと、はいはい、うん、それは多分あの、脳内ホルモンが実は関与してて、うんうん、それはあの薬物もアルコールもやっぱり共通するんですよね、はい、うん、そういう点ではあの、食べるというものを通して脳の中の、 あの、ホルモンを刺激するという、うん、そういうあれがあるようなんですね、うん、あの根っこでは同じ病気だというふうに言われてますし、あのその通りだなと思います。ですからあの、他の、アルコール依存の人が無理にやめたりすると、あの摂食障害が始まるということがよくあります。あ、うん、そうなんですか。例えばあの、アルコール依存になってしまって食べることも、うん、飲むこともできなくなって、うん、まあ、あの緊急入院 したりしますけども、うん、そういう時に実はあのアルコールが手に入らなくなると、今度逆にというか、あの摂食障害が始まる人が いるんですよね、うん、他の患者さんの食べ物を取ったり、もうむちゃくちゃにあの炭水化物を取ったりですね、飲んだりするという、そういうことが始まるんですね、うん、あの病院でもあのそういうことがあの時々見られますけども、うん、そういう病気で根っこは同じ病気なんですね。あ、うん、そういうことですか、うん、結構そこら辺ってあの一般の方が理解しにくいところですよね。そうですね、うん、あのまあ、あの専門家ほど知る必要はないと思いますけども、まあ確かにあのこういう病気があって、あの結構30歳40歳代になっても苦しんでるあの
方、女性いらっしゃいますので、ぜひこういうグループのミーティングにですね、出ていただくといいかと思うんですけど、なかなか結婚なさってもご主人には理解してもらえなかったり、一人で悩んでいらっしゃる奥さんもいらっしゃる、そういう相談も私どもの方に寄せられることあります。なるほどね。ですから、相談相手をやっぱり持たれてですね、こういう自助グループにのミーティングに行くようになると、気がついたところミーティングに行ってるとですね、気づいたら食べ吐きが止まってたということがよくあるようですね。なるほど。やっぱ自分だけっちゅうのは不安ですからね。自分の力だけではやっぱり難しいみたいですね。そうですね。じゃあそういう相談は全部杉原さんのとこへ。という感じで。じゃあ今日はここまでにしましょうそうですか。ね。じゃあおやすみじなゃあ、おさやすい。みなさい。